ガスト、プラセイストローハイシエ。ファミリーレストランガストやジョナサンを運営するスカイラークホールディングスが2020年までに国内外の約3200店でプラスチック製の使い捨てストローの利用をやめることが分かった。日本国内の外食大手では初めてだという。他の企業にも広がる可能性がある。プラスチックゴミによる海洋汚染が深刻化しており、環境保護の取り組みを強化する。年内に日本のガスト約1370店で客が自由に飲み物を取れるドリンクバーのストローを廃止し、20年までに日本、台湾の全店舗で使用を取りやめる。ドリンクバーではグラスだけの提供になる。幼児や障害者などストローが必要な来店客やジョナサンのタピオカを使ったメニューでは提供するが、既存のプラスチック製ではなく代替品を検討している。スカイラークでは年間約1億500万本、うちガストでは6000万本のプラスチック製ストローを使っている。現在は使用後地域の分別方法にのっとって処理している。プラスチック製ストローをめぐっては米コーヒーチェーン大手スターバックスや米娯楽大手ウォルト・ディズニー・カンパニーなどが使用をやめると発表している。欧州連合 EU 欧州委員会でも30年までに域内に出回るプラスチック容器や包装の使い捨てをやめる方針を打ち出している。